時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。琉球の妖滅し間敷な皆は体を蝕む邪気に苦しんでいた。痛みに膝をつく皆のそばで小さな生物が声をかける。その声の主の頭を優しく撫で、震える足に力を込めた。喉元まで上がってきた弱音を飲み込み、友と結んだ約束を守るため再び前へと進むのであった。大自然のために戦うのであれば、目の前の私は敵よ。邪気を体に溜めている愚かな妖滅師。でも、そんな妖滅師にもやることがあるの。道を開けて。その体で先に行ってもやられてしまう。邪気を払うのは私の使命です。ここから先へは、私が行きます。いざ尋常に最終戦、勝負。勝者、マジキナミナ。行こっ。憎し、憎し、悪の苦しい私が。うつしおにさまよいしあやかしよ。浜の弓にて隠りように着せ。たとえこの体が朽ち果てようと、あなただけは守るわ。いざ尋常に一本目勝負。はい、いや、はい、いや、いや。もう死んでよ。静か午前の昇天を見届けた皆、自身の体が軽くなっており、邪気の気配もなくなっていた。持って行ってくれたの。口から漏れた言葉に応じるように、花びらが頬を撫でる。すやすやと眠るチャンプルを抱き上げ、皆はあの日の出来事を思い出していた。
能滅師としてずっと追っていた仇、故郷の村を滅ぼした綾香氏が今目の前にいる。しかしそれはずっとそばにいてくれた唯一の友であった。あふれそうな涙を必死にこらえ、叫び出したくなる感情を殺し、目の前の綾香氏に弓を構える。矢は力なく地面に転がった。陽光氏はたった一人の友達を撃つことができなかった。ミナはあの日自身の体にチャンプルの邪気を取り込んだ。それが何を意味するかは彼女自身が一番分かっている。しかし唯一の友を取り戻すにはこの方法しかなかったのだ。揺れる船の上でミナは包帯に手を伸ばす。幾重にも重なった封印が解かれていき、暖かな光が目を包み込んだ。滲んだ光に頬が緩む。チャンプルを抱き上げミナはつぶやく。ずっと一緒にいようね。二人は歩み続ける。この先に待つ明るい未来へと向かって。これからはどうしようか。何かやることがないなんて初めて。侍商談。